お元気様です。久留米市立の平です、今回は297回ということで、まあ、ここの初年度ですね、ここを創業した8年前、初年度に、附設高校の生徒が、まあ、共通テスト、センター試験リサーチですね、センター試験が終わった後にリサーチを出すんですけれども、その判定を見て、油断したっていうお話をちょっとしたいと思います。結局何が言いたいかっていうと、河合塾やベネッセの判定をちゃんと見ましょうねっていうことです。その子一体何なんだかっていうと、附設高校では、リサーチが返ってくると順番にどんどん渡すわけですね。で、河合塾とかベネッセの、まあ、やっぱ分母のでっかいやつが一番信用されますので、信用できるんですけれども、それよりも前に返ってきてるようなやつで判定が良かったもんだからですね、もう飛び上がって喜んだわけですよ。うん、だから油断しないようにっていうお話をまずしたいと思います。ちょっと先回りして言っとかないと、もう共通テストのリサーチ1月になってからこういう話しても多分みんな聞いてくれないだろうと思うからですね。はい、そういうことで、ものすごくそういう、まあ、この朝6時から集まるような優等生というかですね、難関大学を目指しているような人たちがなぜ合格できないかっていうと、こういうふうな罠があるんですよね。はい、ということで、まあ優等生じゃあるけど中学受験をやってない人用に、小学生の時に終わっておかなくちゃいけないことをちょっと次のページで、解説しておきます。はい、ということで最後に、まあ、冬季うちの宣伝ですけどね、11月でもまだ高校3年生、入会してるぞということですね。まあ、冬季講習に向けての募集というふうな形でお話したいと思います。はい、再生回数1番目のこのチャンネルの動画5533回まで今日行ってます。はい、で292回の動画がですね、333回だったのが426回まで来て8人グッドがついてますですね。あ、グッドボタンよろしくお願いしますね皆さん。はい、でチャンネル登録よろしくお願いしますね。これだけ人気のあるチャンネルですから、あっという間にどっか行っちゃいますのでですね、後であれどこだっけってならないようにチャンネル登録だけしといてください。後で解除してもらえばいいからですね。293回、だから皆さんの朝6時からメンバーが見てほしいのはこれですよね。107回やった、昨日107回だったやつが310回まで増えておりますので、すごい勢いで今伸びてます。はい。ということで、もう本当、こっちに書いてるようにですね、視聴回数が 22% 増から 25% 増になって、今 30% 増になってます。で、総再生時間も 34% 増から 37% 増で、今回もう 40% 増まで今日来てます。チャンネル登録者数も 65% 増から 89% 増になって、今日の段階で 93% 増になってます。過去28日間ですね。はい、ということで、私が経営している久留米自習室、オンラインの家庭教師や学びエイド映像授業を月額1万円でやってますよということで、毎日夜の8時半から9時がちょっと私がバタバタしているので電話出れません。もうなりっぱなしにしてます。で、木曜日は、毎週木曜日は私が出張でおりませんので、よろしくお願いします。ちょっと対応できませんのでね、木曜日はね。ごめんなさい。はい、ということで、さあ、本題入っていきましょう。共通テストのリサーチですね。河合やベネッセまで待ってくださいねということです。かといって、河合やベネッセのリサーチを鵜呑みにしてもらっても困りますよ。で、河合とかベネッセの、河合の判定とベネッセの判定、全然違ったりしますから、まあ、これも鵜呑みにしてもらっては困りますけれども、少なくともこの2つが一番分母でかいですから、非常に安定しています。で、あんまりそれを気にしなくていいです、判定はですね。ただ、少なくとも、河合やベネッセと違って、他のリサーチのやつですね、結構甘いんですよ。それで、附設の生徒がですね、その河合やベネッセが帰ってくる前日ぐらいに帰ってきたやつを見てですね、もう喜んだわけですよね。はい。で、その子は、まあ、佐賀大学の医学部を目指して、入会するとき、いい判定だったんですね。前に入ってた塾さんの方が、まあ、8月ぐらいで辞め、高3の8月ぐらいで辞めたんですけどですね、もうお前なんか絶対に1年浪人したって、佐賀大の医学部入る、合格するもんかとかいうような感じで、塾の方先生から言われたもんだからですね、カチンと来て辞めて、なんとかしてくださいっていうことで、うちに高3の9月から、9月じゃない、7月か、7月から来たんだよね、あの子は。うん、来て、だから6月で辞めたのかな。だからもう入会した時にですね、E 判定だったんですよ。で、うちで頑張って D 判定まで上げました。で、そのリサーチの時にですね、リサーチの時に C 判定で帰ってきたのがあったわけですよ。この河合ベネッセ以外のやつですね。なもんだからもう本人は喜びまくってですね、上がった上がったっていうことですね、喜んだので、これ、あ、これちょっといかんなと思って、すぐにその日はですね、
河合塾のやつがこう渡される前日は河合塾のあのあれがあるじゃないですか、あのネット上で検索ができるやつがありますからですね、それで打ち出したらいい判定だったんですね。はい、河合塾のその判定のやつをですね、いい判定を打ち出して本人に渡したらもう本人緊張しました。ですから本人はですね、もう緊張できたんですよと、あの時もうあのまま C 判定だったらばもう本当にあの遊んでしまっていただろうというですね、その気持ちのまま固まってしまって、次の日の河合塾の判定を見てもまああんまり気持ちがですね C 判定に固まっちゃって勉強しなかっただろうっていうんですね。でも早い段階で私が処方箋を出したのにものすごく感謝していましてですね、はい、ということで A 判定 B 判定 C 判定で判定でもう気が緩んじゃうんですよね。これちょっと先回りして言っときます。1月になって言っても多分聞いてくれないと思いますので、ということで学校の先生が特に注意して言ってあるのは、まあ、あの大体学校は河合とベネッセと東進の3つをまあ大事にしてるんですけれども、やっぱ東進のやつはちょっと判定甘いよねと、もうえらいクレームが出てます学校の先生たちから、うん、でこういうことはもうちょっとあの皆さんね言わないと思います。東進にはですね言わないと思います、はい、もう東進が怖いからもう下手に言わないっていうことですね。やっぱ投資になんとかしてくれっていうことでやっぱ言うた方がいいと思うんですけどね、こういうことはですね。だから投資にちょっと今やっているような流れをちょっと気持ち辛めにしてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。で私は投資で10年働いていた時なんかは言うと投資まで極端に辛くするんですよ。投資の模試とかがあってですね、ちょっと投資の模試これ優しすぎますよっていうようなことを私は一回投資に言ったことがあるんですよ。こうしたら次からもめちゃめちゃ難しくしてきてですね、ちょっと極端なんですよね東進は、うん、だからその東進ちょっと甘すぎますよっていうの話をすると今度は極端に辛くしてくると思うんでですね、はい、ということでまあまあ難しいんでもう腫れ物に触るような感じでみんな東進はもう無視してるようなところがありますよね、世の中の流れとして。はい、ということで、次は小学生がやっている勉強内容ですね。小学生とこう一緒に国語の本を読んでたりすると、大人気と書いてあって次の行に改行されていて次の行にないと書いてあってですね、私が大人気と読んでしまったもんだから、あれなんかおかしいなと、文脈つながらんぞと思ったら、大人げないですよねこれ。そのまま並んでれば大人げないでよ読みますけど、大人気と書いてあってそこで改行してあるもんだから大人気と読んじゃってですね、もうお笑いでしたけどですね。はい、ということで、小学校4年生がこれ読めないって持ってきたんですね。これなんて読むのってなことですね、言ってきたわけですよ。まあまあもみの木ですよね。はい、ということで、これどんな木ですかっていうようなことですよね。はい、クリスマスツリーとかで使われるような木ですわな。はい、ということで、これですね、まあ立命館の法学部とか、まあ、滑り止めで考えている子いると思いますけどですね、まあ、私がずっと立命館法学部、立命館法学部で言ってるからですね、はい、で立命館法学部とか、確かセンター試験の現代文、センター試験の国語って現代文のみだったんですよね。はい、だからもう現代文ちょっと力入れとった方がいいと思うんですよ。うん、ここはもう優等生が集まる朝の6時からの時間帯ですから、まあ、あえて難しい現代文中なんですね。現代文と数学は捨てるんだぞ、捨てるんだぞというか、手抜きするんだぞとは言ってますけれども、まあ、こういったことを小学生の時にもうみんなやってるわけですよ。中学受験やってる子たちですね。はい、だからもうこれがもみの木、どんな木っていうのがあるんですね。読み方は分からんし、どんな木なのかも分からん。あ、クリスマスツリーかと言われれば、あのこれクリスマスツリーなんだっていうようなことはですね、パーッとイメージできると思いますが、はい。ということで、現代文大事にしてくださいね。ということで、ちょっと時間がどんどん過ぎていくような。はいはい。まあ、どんどん飛ばしましょう。ということで、小学生の歴史の明治維新のところはですね、もうこの流れをですね、正しく並び替えろってバラバラに4つ置いてあるのですね。正しく順番通りに並び替えていくっていう問題が、小学生、まあ、やらされてるわけですよね。高校3年生より頭いいですよ、小学生たちの方が。頭いいっていうか、知識がありますよ。たくさん覚えてますよ。小学生の頃っていうのは思考力がない分、もういくらでも詰め込み暗記できますからですね。私なんかウルトラマンの怪獣全部覚えてましたし、私の弟なんか車の名前全部覚えてましたから、小学生の頃っていうのは全部覚えれるんですよね。はい。だから小学生の時に詰め込み暗記いっぱいやっとくといいと思うんですよ。あ、で、高校生になったら思考するっていうようなことをやったらいいと思うんですけどね。はい。最後に、これも小学生でやったのかな。完全数っていうのがあります。ある数の約数があると、その数自体以外の約数の和がですね、その数になるということで、例えば6っていうのがあったら、6の約数は1、2、3、6です。
でその数自体を除く、つまり 1,2,3 だけを足し算すれば6になるっていうことですね。6の約数の6以外のやつを足し算すると確かに6になるなというふうなのが完全数と言います。はい、こういうふうな言葉はポーンと共通テストなんかに出てきたりすると思いますので、でもここで今見ている朝6時からのメンバーは、まあ、いい大学を狙っている人たちだと思いますので、こういうところでつまずいてもらったら困るんですよね。ささっといけるようにしとってくださいねと、一応チェックですよということです。はい、こういうところも中高一貫のですね、中学受験をやっているような子たちっていうのはもう大体強いです。はい、ということで10分経ちましたので、私の言いたかったことは以上でございます。で、あとはもううちの、まあ、宣伝みたいなもんですけれども、まあ、冬季講習生の募集ですね。はい、ということで、10月の31日から11月4日までバターンと5人来ました。でその前にも10月20日に1人来てるんですよね。まあ、6人ぐらい最近来てるので、来年70人、うちは70人で、基本毎年やってましたから、大体70人集まる塾っていうのはこんなペースですよと。今6人ぐらい入会希望者が来てますよという感じですね。ちゃんとやってますかということですね。今6人ぐらい来ていないんだったら、ちょっと来年70人にならんですよってなことですな。はい。まあまあ、中学部がちゃんとある塾は別としてですね。うちみたいにその中学部がなくて、ただもう高校生だけでやってるような塾でしたらば、まあちょっとそんなペースになります。でですね、高校3年生、11月の今でもですね、まあ、入会する人結構います。毎年ですね。はい。で、まあ、結構受かるんですよ。11月から入会してもですね。はい。さすがに12月以降に入会する子たちはですね、高校3年生はちょっときついなと、高卒浪人生もそうなんですけどね。結構それで文句言ってくる人いるんですよ。こう、11月から入ったのに、12月から入ったのに、どうして合格しないんだとか言う。もう、ほとんどこの辺になってくると、もう厳しいですよ。ほんと厳しい。うん。ですね、だからもうちょっと一番下に書いてますけどですね、ここのところに、あの先輩は11月から入会して、それで合格したのにどうしてみたいな感じで言う子たちいるんですけど、その先輩っていうのは10月までちゃんと勉強してる子なんですよ。ちゃんと勉強してて、それで11月からうちで最後のまとめみたいな感じでね、最後の追い込み、私の作ってる1000枚の受験マニュアル、読みたいなっていうようなことでやってくるわけですよ。うん、まあまあ半年かかりますけどね、1000枚の受験マニュアル読むのにはですね、半年かかりますけど、もう必死になってどうやって読んでますからですね、この子たちですね。はい、ということで、その6人なんですけど、県外の生徒2人いますですね。だからもうオンラインの授業とか、あるいは学びエイドとかをやっていくようちな感じになると思いますけどですね、その子たちはですね。はい。で、あと、それがですね、最近も、地区後の外れの生徒も来るようになりました。大体うちの校舎から半径20キロ以内の子たちが集まってきてるんですけれども、その20キロ以上のところがですね、集まってきてくるんですよ。もう地区後の外れの方ですね、もう熊本とかの県境とか、そっちの方とかの子たちまで最近は来るようになりました。もう根性で通ってくるとかってすごいなと思ってますけどね。はい。だからもう本当に、すごいです。最近は勢いがあります。ということでですね、もう冬季講習を目指して、今のうちぐらいから、冬、12月になったら来るんだというね、冬季講習だから行くんだ。じゃあちょっともう間に合いませんから、さすがに今のうちからも入会しとってくださいねと、高校の3年生ね。まだまだ余裕ありますから、うちは受け入れられるので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、以上です。